埼玉県ふじみ野市安倍支部長が立候補中であります。9条廃止であるとか外国人生活保護廃止であるとかスパイ防止法とかは党の政策なもんですから、地方議員としての公約、安倍が当選いたしましたらこれをやるという約束を今から言ってもらいます。この度ふじみ野市市議会選挙に立候補しました安倍俊文です。よろしくお願いします。公約としましては、外国人生活保護の廃止を訴えていきたいと思います。そして現在のふじみ野市で、その外国人保護を受けている人がどれぐらいいるかを公表したいと思います。次に、外国人の、国庫滞納量について、調べていきたいと思います。国民に比べて滞納率が非常に高いと言われていますが、その実態を調べて公表したいと思います。また、成果の残らない、公共事業などについては、その実態を明らかにし、公金徴収スキームを許さない、姿勢でも行きたいと思っております。またそれに関連している政党があれば中断していきたいと思います。以上ですがよろしくお願いいたします。ふじみ野市民の皆様、安倍俊文にご投票よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ふじみ野市にお知り合いのいる、他の市区にお住まいの方は何卒ふじみ野市のお知り合いにお声掛けください。よろしくお願いいたします。